どうも投資家リバキです。最近相場がバーゲンセール気味なのでちょくちょく銘柄紹介をしていますけど、私は三井松島のばくあげを言い当てた元芸人の井村氏みたいな相場師ではありません。私は異常なまでに執着をする難品投資家です。私は人と違って上がるから買うのではなく下がるから買うのです。損切りなんかは10年以上した記憶がありません。私は割と難品が得意です。このチャートは三菱自動車の株価ですが、私はここの株を10年くらい保有してて、空売りをせずに買いだけで含み益を出し威嚇しました。多分普通の神経の人だったら損切りしかできないクソ株だと思いますが、私は買いだけで威嚇しました。利が乗るまで10回以上難品しました。30回くらいは難品したと思います。私にとってエントリーするタイミングはそれほど重要ではありません。難品するタイミングと難品する金額は重要です。そして一番重要なのは銘柄選定スクリーニングです。クソみたいな銘柄を買わなければ難品をしていけばほぼ 100% 勝てます。私は銘柄選定をする際にいくつかの条件をルールとして定めてます。いろんな条件があるのですが、結局は上場廃止で電子クズにならないことが大前提の条件になります。難品していって投資額が膨らんだところで価値が0円になってしまったらゲームオーバーだからです。だから信用のある大企業を好んで買うわけです。新興株でテンバガーネアオとかそういう刺激はもうお腹いっぱいです。投資で勝ちたいなら人がしないこと、人が嫌がることをしましょう。私のようにどんな悪材料があろうが利益が出るまで難品されたら、機関投資家やアルゴリズムなんかが売り玉を浴びしても安く買えるから私は喜んで買い増しするだけです。投資のプロの言うことを聞いてはいけません。投資のプロの嫌がることをしましょう。長期投資家にとって銘柄選びは何よりも重要です。怪しいセミナーや寝たきり YouTuber などが聞いたことのないようなクソ銘柄をみんながまだ知らないお宝銘柄を発見みたいなドヤ顔で推奨してきますが、そんな見えるゴミに手を出すと実中ハック損することでしょう。相場素人ほどそういう情報を鵜呑みにして人生からも退場してしまします。私も銘柄選びに自信はあるものの、絶対安全なんて言い切れないので数百銘柄も分散して投資してるわけです。難品は非常に強力な投資手法ですが、分散と資産配分のペースは忘れずに心がけて安心安全な資産運用をしていきましょう。グッドラック最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援またはチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。